2019年山梨県知事選挙は2019年1月27日に執行された山梨県知事選挙である。公選第18代山梨県知事の任期満了2月16日付に伴って行われる。18歳選挙権執行後初の山梨県知事選挙であり、都道府県知事選挙ではこの選挙から平成生まれの知事の立候補と 21世紀生まれの投票が可能である。これまでの山梨県知事選挙は自由民主党系の保守分裂、または一部増反して対立候補を支援する形、日本共産党以外の政党が相乗りで推薦、支持し共産党勢力の候補との選挙戦となる、共産対非共産の選挙戦の構図であったが、今回の山梨県知事選挙は、 現職の旧民主系候補に対し自民系が一本化した推薦候補を擁立している。与野党がそれぞれ別の候補を推薦したことから同年4月に予定される第19回統一地方選挙や7月に予定される第25回参議院議員通常選挙の前哨戦と位置づけられ、当選挙が地方選戦及び国政選挙での 選挙戦略に影響を与えることが指摘されている。立候補者は以下の4名。立候補届けで順。リンクはいずれもアーカイブ。各候補の得票率、長崎幸太郎元一志米永春信花田一志、投票率は57.93%で、前回と比べ16.08%上昇した。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、 石配率、教託金没収外教は以下のようになった。教託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と石配率は未発表のため暫定計算とした。開票の結果、長崎幸太郎が現職の後藤一白を退け、当選した。長崎幸太郎を推薦した自民党は2回。 俊博幹事長と岸田文雄政調会長、菅義偉内閣官房長官が、告示前から応援と支持者の激励のため山梨を訪れ、告示後も小泉慎次郎厚労部会長をはじめた数の自民党に所属する国会議員が長崎の応援のため駆けつけた。二階幹事長は派閥に所属する長崎のため150人の党所属国会議員を送り込み、 訪れたかどうか出血を取ると抗言するなど44年ぶりの自民党一本化候補のために挙党体制を敷いた。一方の後藤仁氏は県内の元元国会議員や県内の自由民主党所属市長の支持を得て政党に、とらわれない県内一本化の県民党で選挙に挑み、枝野幸立県民主党党首と玉木雄一郎国民民主党代表をはじめ、 両党幹部の応援を断ることで、政党色を薄める戦略を取った。一部メディアは、政権与党が大量の国会議員を送り込みながら、オール沖縄に敗北した2018年、沖縄県知事選挙の状況に似ていることを指摘している。選挙期間中は、長崎と後藤が接戦であることが報じられていたが、投票締め切り後の各メディアの出口調査では、 長崎がやや優勢であることが伝えられ、開票後の21時17分に NHK が長崎当確を報じると他のメディアも相次いで当確を出した。支持政党別の投票先割合政党別に見ると、長崎は過去の堀内や自民党山梨県連との圧力や一部自民警視庁の後藤支持により自民支持層の票離れが危惧されていたが、 朝日新聞の出口調査による結果では7割以上から支持を得ていることが判明している。また、公明党支持層も7割以上が長崎を支持している。一方の後藤は、立憲民主党支持層の8割、国民民主党の7割から支持を得ているほか、自民や公明の各支持層からも約2割の支持を得ていたが、 投票者の半数に迫る、分厚い自民支持層に支えられた長崎に及ばなかった。無党派層においては後藤が5割以上の支持を得ていたが、長崎も4割近くの支持を得ており、差を埋めるに至らなかった。また、後藤県政を、大いにまたは、ある程度評価する人が79%に達して、いたが、大いに評価するとした層の5割が長崎に、投票しており、 五藤県政を評価しつつも新たな知事を求める有権者が多かったことが特徴である。NHK の出口調査は、長崎に投票した有権者は、自民党支持層の70%台前半、公明党支持層の80%台前半、無党派層の30%台後半だったのに対し、五藤に投票した有権者は、立憲民主党支持層の80%台前半、 国民民主党支持層の80%台前半、無党派層のおよそ50%となっている。ただし回答者の政党別支持は、自民党が46%、立憲民主党が11%、国民民主党が3%、公明党が3%、共産党が3%と自民党支持者が圧倒的に多く、その多くが長崎に投票したことから、 自民党支持者による長崎の支えが大きく反映されている。NHK の出口調査によると性別では男性の50%台前半が長崎支持30%台後半が後藤支持。女性の40%台後半が長崎支持40%台前半が後藤を支持している。また今回より選挙権が与えられた18歳19歳では、 長崎が40%台半ば、後藤が40%台前半の支持を集めている。朝日新聞の出口調査による年代別投票動向では長崎は若年層から高齢層まで幅広い層から得票しており、特に30代と40代では50%台後半の支持を得ている。市町村別の得票数及び得票率は以下の通り。 衆院選山梨県第一区内の市町村別得票数及び得票率衆院選山梨県第2区内の市町村別得票数及び得票率長崎は地盤であった山梨県第2区の全市町村で他の候補を上回った。もともと長崎を支持する層に加え対立していた堀内翔子が支援したことで票を上積みし、市長が元を支持した藤吉田氏や鶴氏を はじめ15市町村中1市町村で長崎は、後藤との得票差を30%以上つけ、同選挙区内の得票差は4万票以上になった。一方山梨県第一区では、後藤の地盤であったことから、多くの市町村で他の候補を上回ったが、2位の長崎に10%以上の差をつけたのが、北都市と早川町のみでその他の市町村では10%未満に止まり、 市川三里町、美濃部町、南部町の京南地区三町では逆に長崎を下回った。県内最大の表伝で五島の出身地でもある甲府市では約3000票同選挙区内の得票数では1万票近くの差をつけたが第2区内の差を埋められなかった。米長は出身地である藤川町で10%の得票率を得たもののその他では一桁に止まっており、 花田は南アルプス市と北都市を除き得票率が5%未満となっている。各候補者の当落決定後のコメントは以下の通り行政資料各メディア報道。ありがとうございます。